ララベルは日本の競争馬である。主な勝倉は2014年の東京2歳、優秀品は2015年の大歌賞2015年のロジータ記念、2017年の JBC レディスクラシック。八代大グループオーナーズで一口50万円で募集された共有馬代表場所は吉田テルヤ。2012年5月9日に、 北海道千歳市の八代大ファームで生まれた。幼少期は、ほとんど手のかからなかった、賢い馬。性格が良く、人にも従順で、誰からも親しまれる馬だったとのこと。前夜アネショコラベリーヌ、前ニーブリージーストームと同様、大井競馬、小林牧場の荒山勝則9車へ入級。7月10日の大井競馬場で行われた二歳新馬戦で、デビューし、 道中3番手から直線入り口で先頭に立つと、そのまま後続に3馬審査をつけて勝利した。2014年7月10日、大井競馬2歳、新馬10月2日、大井競馬場で行われたツバメ特別に出走。集団から4コーナーで2番手に押し上げ、直線で差を詰めるもルックスザット切るから1馬審三4差の2着となった。月日、 川崎競馬場のローレル賞に出走。中段の位に控え、3から4コーナーでは、拉致沿いを回って押し上げていき、直線で外に出すと、外のリボンスティック、内の絶対領域との叩き合いを制し、首差で重賞を初制覇した。12月31日、大井競馬で行われた東京二三優春品馬に、出走。実績は上位であったが、 大外枠に入ったことが嫌われて2番人気だった。大外枠からスタートを決めて3番手につけると、直線の入り口で早め先頭に立ち、そのまま押し切るかに見えたが、内からティーズ・アライズが猛追し、ほとんど並んでゴールした。長い写真判定の末に花さで優勝し、SI のタイトルを手にした。この年の、ナーグランプリ、2歳最優秀品馬に選出され、 グランダムジャパン2歳シリーズで2位となった。東京2歳優秀のレース後、宮城県山本町の山本トレーニングセンターへ放牧に出された。当時、まだ右の股関節が弱かったララベルにとって山本トレーニングセンターの反路状況が合わなかったのか、右半身がガタガタになったまま2月18日に荒山勝の利休に帰休した。3月25日に行われる 大花賞を目指して調整されたものの、ララベルの動きがなかなか良くならず、長距離でも1ハロン15秒ペースでしか動かなかった。このままでは、大花賞を回避することも検討される中、レース10日前の追い切りでようやく4ハロン50秒を切る動きを見せ、大花賞に向かうことになった。3月25日、浦和競馬場で行われた大花賞に出走。臨戦過程に、 順調さを欠いたせいか、単勝4.1倍の3番人気。逃げる投稿ビーナスから一場審査の2番手につける。3コーナーから投稿ビーナスとララベルの2頭が後続を引き離して、マッチレースの様相となり、直線のゴール前でララベルが首差先着して優勝。東京2歳優秀品馬に続く SI タイトルを獲得した。4月23日。 大井競馬場で行われた東京プリンセス賞に出走。状態面に不安を抱えながらも大花賞を勝利したこともあり、このレースでは単勝1.7倍の圧倒的一番人気に押された。先行して4番手につけ、1コーナーでは引っかかって首を上げるシーンがあった。道中は4番手のまま進み、直線では拉致沿いの最内に進路を取るも、もう一つ伸びを欠いて3着。 東京プリンセス賞の総破時計が、羽田坂月の勝ち時計と同じだったことで、自走は、頻馬3冠目の関東オークスではなく、東京ダービーに駒を進めることになった。6月3日、大井競馬場で行われた、東京ダービーに出走。単勝7.8倍の3番人気。道中は5から6番手でレースを進め、直線では、 馬群の外から、じりじりと先に抜け出したカチウマのラッキープリンスとの差を縮め、一旦は2番手まで上がったものの、最後は、外から差を詰めてきた2頭にかわされて4着となった。10月15日、大井競馬場で行われた3歳馬限定の、準重勝スターバーストカップに出走。単勝4.8倍の4番人気。前半1000メートルが69.8秒という、超スローペースとなり、 三番手でレースを進め、直線でベスビオとの叩き合いとなり、首差抜け出して一着となった。11月18日、川崎競馬場で行われた、ロジータ記念に出走。単勝2.0倍の一番人気。前日から降り続く雨で不良馬場の中、四番手に位置して、二周目の三コーナーで二番手に上がり、最後の直線で握る東稿ビーナスをかわして先頭に立つと、 後続を四馬身離して一着となった。12月30日、大井競馬場で行われた東京シンデレラマイルに出走。単勝1.4倍の一番人気に支持された。二番手に位置し、逃げるブルージッパーと直線で激しい追い比べとなり、頭差及ばず二着となった。この年、大歌賞、ロジータ記念と地方全国交流重賞で二勝を挙げたことが評価され、 2015年のナーグランプリ3歳最優秀品馬に選出された。2015年の東京シンデレラマイル2着後、山本トレーニングセンターへ放牧に出された。前年と同様、放牧先でなかなか調子が整わず、当初は4月13日に船橋競馬場で行われるマリーンカップでの復帰が予定されていたものの、2週間後の4月27日に、 行われる白鷺章に、矛先が変えられた。4月27日、浦和競馬場で行われた白鷺章に出走。主戦の真島大輔騎手が、左かかとの骨折で療養中のため、代打で吉原博人騎手へと乗り換わりとなった。スタートから2番手を取り、4コーナーで先頭に並びかけると、後続に一馬身半の差をつけて勝利した。レース後、6月に行われる、 韓国の国際競争特殊オムカップを目指すプランもあったが状態がなかなか上がってこないため断念し北海道のヤシロ大ファームへ放牧に出された。秋初戦は初のダートグレード戦となる9月19日のレディスプレリュードから始動。スタートから先段に取り付き直線抜け出しを図るも伸びきれず4着。自走の11月3日の JBC レディスクラシックは最終をいきり後に 右甲子に炎症を発生し、前日まで様子を見たものの大事を取って、競争除外となった。続く12月7日のクイーン賞に出走するも、直線失速し10着と大敗した。冬場は、休養にあて、4月12日のマリーンカップで復帰。前走から 25kg 増となったが初起場となる、森タイトが果敢に逃げの戦法を取り、 直線ホワイトフーガに刺されるも2着を確保、続く7月6日のスパーキングレディーカップも、直線戦闘に立ちながらも、内からアンジュデジールに刺さる2着と、品繁相手なら、ダートグレードでも、十分 JRA 勢と互角の戦いができることを、示した。3ヶ月の休養を経た10月5日、前年と同じく秋初戦として、レディスプレリュードに出走。 直線戦闘に立つも伸びをかき四着に敗れた。続いて、前年除外となった11月3日の JBC、レディスクラシックは、道中3番手から直線に入り、逃げるプリンシアコメータと、直線壮絶な叩き合いとなり頭差を抑えて一着。一年半ぶりの勝利を挙げるとともに、ダートグレード競争初勝利が J プニー、かつ本競争における、地方所属場初勝利、 さらに2007年の JBC スプリント優勝の富士のウェーブ以来に項目となる地方所属場による JBC 競争制覇を達成した。JBC レディスクラシックを勝利したことが評価され、2017年のナーグランプリ4歳以上最優秀品場に選出された。年度代表場の座は惜しくも逃した。また、この年の TCK 対賞にも選出された。 1>, 1月24日の TC 形状を阪月で指導、道中2番手追走から4コーナーで、ミッシングリンクの内に並ぶ形で先頭に立つも、直線で伸びきれず4着に敗れた。引退レースとなった2月18日のフェブラリーステークスは、後位追走し、ハイペースに巻き込まれて失速し15着と大敗した。2月24日に、大井競馬場で引退式が行われた。 引退後は、故郷の八代大ファームで繁殖品馬となった。ありがとうございます。